鳥羽国際ホテルは三重県鳥羽市にあるリゾートホテル。鳥羽湾を見下ろすように立つ。開業当初はヤマハの経営するヤマハリゾートの一つであったが2007年に三井不動産へ譲渡された。熟年層を主な顧客としてきたが2010年のリニューアルを機に30から40代の女性やカップル向けの魅力づくりが行われた。デザインコンセプトは 海と共にある、余分なものが何もない、ここだけにある、時間、真珠の海に抱かれるリゾート。1964年に創業した。東京オリンピック開催を控えた日本政府が、外国の要人が宿泊できるホテルを作ると、上質なホテルの建設を干渉していたことから、国際と名付けた。開業以来、日本の皇族や、政財界の有力者をはじめとして、 イギリスのエリザベス2世、トンガのタウハーハウツポぽう4世など、日本国外からの要人が飛ばを訪れた際に、数多く宿泊している。フィンランドの文学者、トーベヤンソンは、1971年の訪日の、際に宿泊して、ランチョンマットに、ムーミンのイラストを描き残した。2007年度の利用客は、約11.5万人であった。 2010年に建築設計、管理、施工、竹中工務店、インテリアデザインを、フィールドフォー、デザインオフィス、内装管理、施工、J フロント建て層、がそれぞれ担当して、改装した。オーシャンウィングとハーバーウィングからなり、洋室を中心に、畳のある部屋も用意している。敷地内に旅館、使用辞典を置く。使用時典には、 日帰り入浴の可能な温泉大浴場が設置されている。鳥羽国際ホテルが三重県庁に提出した地球温暖化対策計画書では2010年度に2006年度比で2.8%の二酸化炭素削減を目標として定めた。1957年から日本楽器は川上源一社長が気に入ったことをきっかけに鳥羽市にホテルを建設する計画を温めていたが、 当時は、ホテルだけでなく、マリーナも設置する予定だった。漁業圏やヨットの航路設定で地元とうまく折り合えず、ホテルの建設にとどめ、マリーナ計画は、島群浜島町大和・ハサマコネームの里へ移した。56平方メートルのスイートルームは水平線が部屋の中に連続するように、33平方メートルの客室は、視線の先に、 海が感じられるように設計されている。レストランはシーホースと和食どころ、モンド、三がある。塩時邸では各部屋で料理が提供される。ホテル内は伊勢型紙の文様を取り入れたインテリアを配し、地元発祥の三木元関連会社の三木元製薬とコラボレートした真珠スパを日本で初めて取り入れた。ホテル従業員は地元出身者が多く、 レストランの食材に地元産の水産物や野菜を用いて地産地消を推進するなど地域を施行して経営している。年間休日数は104日、月間時間外労働時間は平均25時間、有給休暇年間取得日数は平均7.5日で、産休や育休の他に妊娠中の女性従業員は負担が少ない部署へ移動し、産後は 元の部署へ戻れるように配慮している。2015年と2016年に連続して一般社員に月40時間を超える時間外労働をさせていたとして是正勧告を受けており、2018年10月11日に名ばかり管理職の社員4人と36協定を結ばずに月80時間以上の時間外労働をさせていたとして会社と代表取締役が 労働基準法違反の疑いで、土法検察庁伊勢支部に書類送検されている。イオンモール、名和店頭に並ぶ鳥羽国際ホテルのチーズケーキチーズケーキの評判が高く、創業時にフランス料理のデザートとして作られた味を継承している。熟成チーズケーキ、アップル、ブルーベリー、抹茶、黒糖味がある。三重県内で店頭販売の他に、 日本全国へ発送も応じている。2010年10月18日から、戸橋のご当地バーガーとバーガーとして、伊勢海老やアワビ、松阪牛を用いた、MOL 界プレミアムバーガーを1万円で提供している。交通、ありがとうございます。